このハンバーガーはどんなハンバーガーなんですか？バーガーはですね、すごいニューヨークの、まあ本場のバーガーにすごい近いものを、僕らはイメージして作ってまして、まあ向こうのバーガーは特にあのパテ、肉を食べるバーガーっていうのがすごいあのまあ本場の味なので、パテの味をすごいシンプルな塩コショウだけの味付けで、作っているバーガーです。店長さん、このポテト特徴的な形してるんですけど。ありがとうございます。一応そのポテトが、まあ、そのニューヨークから直接専用 の, あのカッターをまあ輸入してまして、こうくるくるに螺旋状にカットしたポテトを、まあ、そのままフライヤーで二度揚げして出しているフライドポテトで、まあ、こうくるくるにカットしているので、まあ、リボンフライという名前で僕らは呼んでいます。バーガーいただいてみたいと思います。いただきます。うん、肉がすごいですね。なんか肉汁が出ててとても美味しいです。ポテト食います。いただきます。来ました、このパリパリの音。ほら、すんごい。味もちょうどいいしょっぱさで、なんとこの音ね、カリカリ。どっかで食レポやってました？やってない。やってない。ガチでやってない。プロの人。違う、もうマジでうまいっす。おすすめっすよ。うまっ。言葉いらない。顔で出すタイプ。やめたいっすか。うまい。なんかまずストローが銀なんで、とてもなんか冷えてます、ね、違うな。あー、生き返る。いや、これはね、今まで飲んだことない味のジンジャーエールでございます。練習の疲れも忘れますね、これ飲んだら。なるほど、それは確かに。なるほど。なるほど。ハセ君、なんかこのジンジャーエール、6種類のスパイスが入ってるらしいですよ。マジ、はい、そんなある？店長が言ってました。ああ、それはそうだ。じゃあ仲良しました。シナモン。シナモン。店長、シナモン入ってますか？シナモン入ってます。入ってるらしいです。やっぱシナモンの味します。はい、一番目にガツンときました、僕の中では。僕の味覚ではですけど、ぜひこれやっぱ味わってほしい。言葉で説明できない、味わってほしいです、皆さんに。お願いします。テイクアウトもできるので、ぜひ試合前にここで買って試合観戦しながら食べてもいいし、試合終わった後にここで食事して帰ってもいいし、ぜひ試合とセットで、楽しんでください。はい、よろしくお願いします。